ロッテリア、株式会社ロッテリアはハンバーガーを中心とするファーストフードチェーン店を運営する企業である。1972年、ロッテグループのファーストフード事業としてロッテリアを創業。当時はロッテのアイスを食べてもらうためのアイスクリーム屋として企画されたものだった。1972年7月に埼玉県浦和市のロッテ浦和工場内に パイロットショップを開店させた後、1号店を1972年9月29日に、東京都中央区日本橋の高島屋日本橋店、北別館1階、2014年3月28日に、閉店と、東都台東区上野の松坂屋上野店で開店。名前の由来は、グループ企業のロッテ、ロッテとカフェテリア、カフェテリアを組み合わせた造語で、ロッテリアとも表記される。 アメリカのチェーンストアを参考に、同一ブランド商標ロゴ、全店均一価格、マニュアル化した接客サービスを取り入れたチェーン展開を実施する。創業当初のメニュー構成は、イタリアンホット以外は、マクドナルドなど同業他社のハンバーガーチーズバーーある意図ほとんど変わりなかった。その後、1977年のエビハンバーガー、1984年の ビブサンド発売などを経て、1980年代後半からは、さらに新商品開発に力を入れ、他社チェーンとの差別化を進めていくようになったと言われる。しかし1990年代以後は、経営方針が定まらず、低価格路線の失敗や、新メニューの極度の不振もあって経営が、迷走してしまい、徐々に悪化していった。日本国内店舗数は、 2007年9月に469点だったのが、2009年2月には524点と増加している。しかし2011年6月には398点と衰退し、2017年8月現在、370店舗まで減少中である。2017年8月現在、出店していないのは、長野県、島根県、高知県、福井県だが、 かつてはこれら4県に出店経験があり、時期は不明だが、47都道府県すべてに出店していたこともある。アジア地域における2006年1月2009年2月の出店数の推移は、韓国79753店、台湾63店、ベトナム1655店、中国03店舗となっており、特に韓国では、 マクドナルドの店舗数を軽く超えるほどの店舗数で、ロッテリアが最大規模のハンバーガーチェーン店であり、移領島にまで出店しているほど、韓国で一番有名なハンバーガーチェーンとなっている。ちなみに、日本以外の店舗はすべて、韓国法人が運営している。2008年9月下旬から T カードが使えるようになった。2005年11月末日。 元ユニクロ幹部二人が設立した企業再生会社リバンプと資本提携時経営再建に乗り出す。リバンプから33.4%推定の出資と役員を受け入れる方向で調整に入った。ロッテリアの株式は現在、ロッテ本体とグループ企業が100%保有している。リバンプを引き受け先とする第三者割当増資を実施。リバンプの持ち株比率は 重要事項の拒否権を持てる33.4%以上となる見通しとなっている。2006年1月、リバンプ代表取締役、玉塚玄一が会長兼最高経営責任者、CEO に就任した。篠崎慎吾、元マイクロソフト社、現公任会計士が代表取締役社長に就任した。2006年には、 従業員に対してお年玉と称して無料券を配ったほか、グループ会社であるロッテのアイス、クーリッシュを配布するなどしている。また、スタンダード50と呼ばれる従業員向けの重点項目をカラー印刷した冊子を配布するなど、品質面などでの向上を目指している。そして、ストレートビュルガーロッターを新スローガンに掲げ、ロゴマークも一新した。メイトの制服を 従来の赤を基調としたものから、茶、白を基調としたものに随時変更したが、その後、新生ロッテリアに統一するため再び黒のパンツ T シャツ及び赤、黒のベースト、帽子など、新しい制服に変更している。2006年11月には、さらに、リバンプと共同で、バーガーキングジャパンを設立し、2007年6月に1号店がオープンした。かつて、 バーガーキングは JT などによって1996年に日本へ進出していが諸事情により2001年に撤退している。この時 JT から店舗を買収しロッテリアに転換した。ちなみに JT が展開していたバーガーキングは元を正せば森永製菓の関連企業レストラン森永がかつて展開したハンバーガーショップ森永ラブの事業を譲り受けたものであり。 森がラブ、バーガーキングロッテリアと変遷した店舗もある。また、バーガーキング時代の備品をロッテリアの店舗イメージに合わせて継続使用している店舗もある。なお、バーガーキングジャパンは2010年9月に会社経営権が日本ロッテリアから韓国ロッテリアに売却された。詳細については、バーガーキングの項を参照のこと。以前のロッテリアは、 顧客よりもライバルのマクドナルドを意識していたため、戦略に一貫性がなく迷走し、利益率も低かった状態であったが、顧客の声を聞く状態への変更を図り、業績を回復している。業績回復にあたっては、二つの転換点があったという。二つの転換を経て、顧客の意見を商品開発等の早い段階で反映させることや、大学生の意見に注目し、 大学生を活用することによって、商品開発や、宣伝活動を行うなどの改善を行った。2010年4月リバンプが経営から離脱し、ロッテホールディングスの津倉高幸社長が社長に就任する。2010年度は13億円の黒字。ただ2014年度までの売上高は、年々緩やかに減少している。 創業から40周年を迎えた2012年の10月からロゴマークを再リニューアルし、2006年以前に使用されていた L と O を組み合わせたロゴに戻し、文字は親会社ロッテと同じロゴタイプのロッターに変更。過去には新しいエビハンバーガー登場時に大々的な CM 放映を実施していた時期もあり、スポット CM や親会社のロッテが提供する。 番組内でオンエアされていたが、近年は多額な費用がかかる CM 放映を控え、新生ロッテリア改革、店舗改装に積極的に投資している。独自メニューとして小エビをコロッケ状にしたパティをバンズに挟んだエビバーガーが有名である。1977年にロッテリアによって独自に開発された当時の名称はエビハンバーガー。その後、 競争相手のモスバーガーやマクドナルドも類似のメニューを発売した。他にも、正規類で様々な変わり種のソース、特に全般的に甘酸っぱいソース類を各種発売するなど、他社チェーンとの差別化に余念がなく、一風変わった味覚を提供していて、店舗限定でキムチ正規も発売された。しかし、しばしばその傾向が先鋭化しすぎて、 予想だにしないような季節限定メニューを発売することもある。1987年にはマクドナルドの 39Z に対抗してンパチ取りをメニューに追加し低価格競争を行った。ロッテリアのコーヒーはこだわりの抽出方法がコーヒー専門店と同等と評価されている。雑味の原因となる渋皮を取り除いたコーヒー豆を 使用していることと、きめ細かなマシンメンテナンスを絶えず行っていることが、その秘訣と言われる。実際、一部店舗を除いて、コーヒー豆を注文を受けてから専用のマシンで、引いて出している。2005年秋、マクドナルドが、ロッテリアのエビバーガーとほぼ同じ、エビフィレオを商品化。この時期は、千葉ロッテマリーンズの優勝記念キャンペーンとして、 エビバーガーなどを最大半額など大幅値上げしたこともあった。2006年以降、マクドナルドとルイジメニューを同期間にキャンペーンすることが多い。下記は一部類似。2008年11月21日から主力商品のポテトにもプレミアム価値をつけるため、三直丸ごとポテト、1290円を首都圏52店舗で発売した。これは、 北海道産の旬のジャガイモを店舗で花形にカットし、丸ごとフライして提供するもの。1月からは東北、コロマル、小玉4個290円。2月からは北海道、4月から全国に拡大する。旬のジャガイモとは、一番美味しい品種を季節によって変えていくこと。11月から2月は、北あかり。3月からは、マチルダ。4月からは、サヤカを使う。 2009年秋に販売を一時休止した後、12月から北上がりで販売再開。顧客の要望により全カットされた状態で販売される。それに伴い値段も230円に値下がりした。絶品シリーズと同じく2007年から100円、ロッテリアシリーズも発売を開始した。また、100円メニューが好調なことから近年120円。 150円、180円の低価格メニューを充実させている。以下の4店舗はワンランクアップ店舗としており、メニューの時間帯が大幅に異なる。2003年にキムチ生気を10月1日から限定販売した。その後、テレビ朝日の番組雑学王の企画で、2011年5月24日にロッテリア原宿竹下通りイースト店で100食。 限定復活した。2006年秋に、吉本工業と業務提携を結び、吉本養鶏チキンを使ったクリスマスメニューや吉本所属のレギュラーによる商品の共同開発を行い、牛タンシチューとあったかパンを12月下旬から3月間、期間限定で販売した。また、オリエンタルラジオの出演する TBS のオビラジとのコラボレーションで、 ホワイトカレーとあったかパンを2007年1月26日からこちらも期間限定で販売された。ボビー・バレンタインが千葉ロッテマリーンズの監督として日本シリーズ優勝を果たした翌2006年から2009年までバレンタイン監督がプロデュースしたボビーバーガーをロッテリア千葉マンスタジアム店、現ロッテリアゾゾマリンスタジアム店限定で販売した2010年は 金体金にちなみ、キムチテギュンバーガー2011年は、サブロー、シーズン途中に、読売ジャイアンツに、席後、シーズン終了後 FA 宣言で、ロッテ復帰。にちなみ、サブローバーガーと変わっているいずれも、ロッテリア千葉マリンスタジアム店限定であった。イエス運動というキャンペーンを2009年夏頃から、実施。これはマニュアルを超えて、店員は、 お客様のご要望に応えるというサービス。すべての要望に応えられるわけではないが、例えば、ハンバーガーの肉を5枚にして、などの要望は、簡単に聞いてもらえる。ただし、加算料金がかかる。ロッテリアは NTT ドコモとの提携により順次、公衆無線 LAN の M ゾーンやフレッツスポットに対応した店舗を増やす方針で、2006年10月には82店舗の、 ロッテリアに導入されていたが現在おおむね全店舗での利用が可能となっている。また、KDDI 系列の公衆無線 LAN サービスも導入され、auwifi スポットやワイヤーワイヤレスの Y2300 が利用可能となっている。2005年までロッテリアでは毎年クリスマス商戦向けにケーキやチキンを販売していた。主にロッテで販売しているレディーボーデン。 レディー・ボーデンのロッテリアオリジナルアイスケーキ。デコレーションケーキだから、従業員間では俗にデコアイスとも呼ばれていた。また、2005年末には、有名シェフとの監修によるマロンケーキが販売された一部地域のみ。2006年度は、ケーキの販売はなく、吉本工業との業務提携により販売される吉本洋系チキンを販売した。内容は、ファミリーパック。 1000円とパーティーパック2000円。これ以来クリスマスにはチキンを販売強化商品とし予約販売などを受け付けている。2009年末には絶品チーズバーガーを生み出した島原シェフ監修のケーキ2種を販売、ドイツのシュートレン、イチゴムースケーキが販売された。店長などを除いて現場で働いている従業員のほとんどをアルバイトが占めている。 それらの従業員のことをお互いメイトと呼び合わせるように教育させている。メイトとはクラスメイトで使われるのと同じ仲間という意味で明るい職場づくりの一環として行われている。社員は1店舗に1から2人程度のため、休みなどで社員不在の時は社員業務を代わりに行えるよう訓練されたメイトもいる。また仕事のマニュアルも徹底しており、 挨拶の仕方や言葉遣いはもちろん手洗いなどの衛生管理のことやハンバーガー一つ作るにしてもこと細かい決まり事がある。それらはすべてレッツと呼ばれるマニュアルに書かれている。ロッテリアでは従業員全員にブルガリアレフ、ビギナー、レギュラー、レギュラー、プロ、プロフェッショナル、ホープ、VM、バイスマネージャーといった個人の能力に応じたランク付けがされる。例えば、 ホープは地域との連携能力、常連さんを作るなどが必要とされ、VM は社員とほぼ同じレベルの能力が必要とされる。そのため、VM は社員が不在の場合でも時間帯責任者という形で店を運営する。かつては名札にそのアルファベットや能力の高いことの象徴であるスターがついていることがあったが、お客様へのサービスは どのメイトでも変わらない対応をすることが必要不可欠であるという考えから見直され、現在ではランクの表示は行われてはいない。ただし、気づき人口、気づきメモという普段働いていて気づいたことを報告するメモの内容が優秀である場合に店舗通信に掲載されることに3回以上、カウントされたメイトはゴールドプレート、名前が彫ってあるをつけている。また、 VM、正社員は特別に白系の制服を、それ以外は茶色系の制服を着ることになっている。これはトラブルがあった時など、作業の効率化という意味で、すぐに誰に報告すればいいのかを分かりやすくするためである。メイト同士が技術、サービスを実際の営業中の店舗で披露し、点数をつけてもらうもの。営業中ということもあり。 速さも求められる大変な一面もある。おおむね、各県選ばれた数人のメイトが参加する。各地区で優勝したメイトは、全国大会へと出場する。コンテストが終わった後は、受賞式があり、食事会のようなものも一緒に開かれる。RM、ロッテリアのブロック長、リージョナルマネージャーのフォローがあったり、店舗を超えて、メイト同士と話ができたりと、 楽しいひとときが過ごせるようにと配慮がされている。2008年9月から顧客サービスアップのため T ポイントの加盟店舗となる。2010年4月現在、会計金額税抜き200円ごとに 1P が貯まる。また、10P イコール10円として、10P 以上 10P 刻みで利用することが可能。2009年3月、原宿表参道店。 明治通り神宮前交差天閣の歩道側にインターネット放送局、あ、と驚く放送局の生放送スタジオを併設した。このスタジオからは毎日午後1時から午後5時30分頃までの約4時間半日替わりでタレントが出演する生放送が行われている。このほか、 火曜日と日曜日それぞれの午後6時から午後6時45分までにも、このスタジオから番組が生放送されている。2009年10月、現在、表参道通りと明治通りの交差地点にあたり、近くにアメーバスタジオがある高立地である。1985年に、ルパン三世パートイとコラボして、以降は、ハイティーン以上向けのアニメ作品へのタイアップを多く、言っている。 以前から行われていたデジタルモンスターエヴァンゲリオン劇場版以外にも劇場版マクロス界、映画系音魔法少女マドカマギカ僕は友達が少ない獣フレンズなどとのタイアップが行われていた2000年頃はポケモンはロッテリアとタイアップしていたプロボクサーへのスポンサー活動をしておりトランクスにロゴを入れている また、プロボクシングの大会を共賛している。初めて支援した選手は、内藤大輔で、トランクスの他にリングサイドにも広告ロゴを掲げ、内藤の世界タイトルマッチ前後には、タイアップキャンペーンを実施していた。2011年の内藤の引退後は、同じマネジメント事務所と契約する、井岡一華がキャンペーンを引き継いだ。一方で八重菓東のスポンサーでもあり、井岡大。 八重菓子の統一戦では、絶品バトルキャンペーンと名打ち、両者がそれぞれ進める商品として、翌日より、イオカが勝利すると、絶品エビバーガー、八重菓子が勝利すると、絶品チーズバーガー、一個購入につき無料券を配布するキャンペーンを実施し、イオカが勝利したため、エビバーガーが対象になった。またしらい、具志スポーツジムのスポンサーでもあり、 同事務の具志堅陽光会長が監修する、チョ・チュネー、バーガー、チョ・チュネーシェーキを限定メニューとして販売した。蒸気以外にも、佐藤陽太、引退、井上直也、高野人母尾、共栄ボクシング事務遺跡後にも、スポンサーとして、名を連ねている。2004年7月には、新ロゴを採用をした、居心地のいい、雰囲気のいい空間をコンセプトにしたロッテリアプラス。 ロッテリアプラスが東京都高田の馬場にオープン、今後その店舗を増やす事業計画が発表された。その後ロッテリアプラスへの店舗改装を2006年時点で15店舗を展開していたが、ロッテリア本体の事業改革により展開計画は事実上凍結された。2007年にロッテリアが新体制となり、すべてのロッテリアプラス店舗は再び元の ロッテリアブランドに再度転換した上で基本メニューのハンバーガーも共通化され2007年4月まで現存していたロッテリアプラス西部新宿店が新型ロッテリアへ転換されてロッテリアプラスの店舗はすべて新型店舗へ移行した店内内装は基本的にロッテリアプラスの内装と備品はそのまま継続して使用されているロッテリアでは 日本と韓国の高速道路の一部のサービスエリアなどに対して出展している。ちなみに、いずれの店舗もドライブスルー店ではない。ショッピングセンターを展開するイオンやアピタのフードコートなどに出展している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。